皆様ようこそ。世界一よく喋るシェフ鎌田です。いつもは料理動画ばかりなんですけれども、今日はちょっとこれシリーズ化しても面白いかなと思っていて、生の声でシェフの独り言っていうのをシリーズ化して、もしできたら、いろんなことを短いショートメッセージで伝えていけるんじゃないかなと思って、今動画を撮ってます。今日は第1回目ということで、長年ずっと感じ続けて思い続けていることの一つでもあるんですけれども、美食ってよく言うじゃないですか、ガストロノミーっていうね、英語で言われることも最近は珍しくなくなりましたけれども、じゃあその美食って何なのか、ただ高いものを出して高級なものを食べることが美食なのか、私はちょっと違うと思っているんですね。美食って高いお金さえ出して高級品、食べればそれを美食体験というのかっていうと、それは私はノーだと思っています。お金は当然必要なんですけれども、それだけでは美食の喜びは実は味わえないんですね。なんでと、同じものをお料理でも食べるのは一緒じゃないかというふうに思っていらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけれども、よく考えてみてほしいなと思うのは、例えば物を見るですね。こんな実験が昔ありました。みんな腕時計、今する人少なくなりましたけども、腕時計をしているのが当たり前の時代が昭和の時代にありました。腕時計って1日何十回もこう見ますよね。それ以外にスマホとかそういうのがない時代ですから、携帯もない時代のこと時に時間を気にする人はしょっちゅうこうして腕時計見ますよね。1日最低30回以上、例えば見たとしましょう。ということは1ヶ月で900回以上かける12で、年間では1万回以上自分の腕時計を見ているわけですね。それが5年も身につけている腕時計だったりすると、実に5万回毎日毎日見続けているわけですね。ある時、あるセミナーに出た時に、腕時計を外して机の下にカバンの中にしまってくださいって言われました。そして白い紙とペンを渡されて、あなたが毎日何十回と見続けている自分の腕時計の絵を描いてくださいとこう言われたんですね。その会場には50人ほどの参加者がおりました。その中でほぼ寸分たがわず自分の時計のデザインをきちんと描けた人では実はその会場でたった一人だったんです。3分の2以上の方がメーカー名とデジタルの文字か、いわゆる針で、表現するアナログの時計なのかということ以外は全然デタラメっていうのが3分の2ですね。ちょっと惜しいなとか、あるいは全く違うとかいう人が残りの人、そんな感じでした。でこれは何が言いたいかというと、視覚的に物理的には見えているはずであっても、人間って見たいと思うものしか見ないし、記憶したいと思うものしか記憶しないんですよね。もちろんその能動的に意識するだけじゃなくて、気がかりなことと紐づけて記憶が定着するっていうことはあったりしますが、どちらにしても全く関心がなかったり考えようともしないことに関しては、認識もできなければ記憶にも当然残らないんですね。じゃあ耳はどうですか。ある時こんなお客様がいらっしゃいました。これは本当笑い話なんですけれど、私の店では毎度ワンパターンのデザートを出してます。自家製のバニラアイスの中にコニャック、ヘネシーに漬け込んだ有機レーズンを練り込んだもの、これに
バジルを使ってソルベを作って、緑色のソルベですね。そしてあとは季節ごとに変わるフルーツのコンポート、これを盛り合わせていつも最後のデザートにお出ししています。でバジルはもう夏だけのつもりなんですで始めたんですけども、あまり気に入りすぎちゃって、でまあ、いろいろ手を広げかけたこともあるんですけど、やっぱこれがいいなと思ってずっとバジルのソルベ出してるんですけど、バジルのソルベを出すときに緑色の冷たいアイスクリームシャーベットを見ると、日本人の多分9割以上の人は、あ、これ抹茶かなと、いや多分抹茶だなというふうに思われる方が多いと思うんです。そこでいつもそのように勘違いをされるお声を聞いていたので、あるお客様に、こちらのデザートは自家製バニラアイスの中には有機レーズンをこんにゃくに漬け込んだものを練り込んでおります、緑色は緑で抹茶に見えますがバジルのソルベでございます、そして季節のフルーツのコンポートを添えてございます、どうぞお召し上がりくださいませと言ってお出しをいたしました。するとそのデザートを食べながらお連れの方とお話をされていらっしゃったお客様が5分ほどして、ふと私の方を真剣な眼差しで見つめながらこう質問をしてこられました。シェフすいません、質問していいですか。私は、はい、もちろんです。なんかすごく真剣な眼差しで言われたので、私もかしこまってこう姿勢を正してその質問を待ちました。するとそのお客様は、この抹茶はなぜバジルの味がしているんですかと聞いてこられたんですね。私は目が点に一瞬なりました。どう答えていいものやら、あまりにこう真顔で聞かれたもんですから一瞬戸惑った後、私もそのお客様の態度につられて直立不動で姿勢を正して、お客様が真剣に聞いてこられたので私も真剣に答えますね。実はそれはバジルの味がするのは、それが抹茶ではなくってバジルだからだと思いますって答えました。するとそのお客様は 2,3 秒ポカンとしてあっけに取られたような表情をされた後、全てを理解されて、その後はもう笑いが止まらない大爆笑、その周りにいらっしゃったお客様もしばらく笑っていらっしゃいました。それ以来そのお客様がお越しになってデザートを出すタイミングになるたびに思わず思い出し笑いをしてしまうと、こんな笑い話が出来上がりました。これも先ほどの話と同様で、何が言いたいかというと、そう、人間は聞きたいことしか聞こえないんですよね。音として耳にちゃんと入っていてもですね、意識が違う方向に向いた瞬間にもうそこから先の言葉は入ってこないっていうことなんです。当然それはお客様がお連れの方とお話が弾んでいらっしゃったので、まず緑のアイスを見た時に、ソルベを見た時に、あ、抹茶だなと多分イメージで思ったはずなんですね。まあ、ここでも半分思い込んでいらっしゃるわけです。でそこで私の説明は、緑は抹茶のように見えますがと言ったんですが、もう見えますがという言葉自体もう聞こえてないんですね。自分は、あ、抹茶だろうなと思った、しかも私の口から抹茶という、言葉キーワードが聞こえてきた、イコール抹茶に違いないと思い込んで、もうお話の方に神経が向いたので、そこから先の音は一切その方の脳の中には入っていかないわけです。で結果としてその方は味覚が鋭敏な方なので、抹茶と思い込んで食べているのに、なんでこんなスースーするんだろう、うん、このスースーはなんだ、あ、これはバジルの風味だな、あ、なんで抹茶なのにバジルの風味がするんだろう、抹茶にバジルでも混ぜてるのかなとか、いろんなことを多分考えられたと思うんですよね。味覚が鋭敏で頭もよくっていらっしゃって、そういう方であるからこそこの笑い話になっちゃったと思うんですよ。要は人は見たいものしか見ない、見えないんですね。
聞きたいと思ったことしか聞けないんですね。で、違う方向にも意識が向いた瞬間に、そこに実際物があって、光としては網膜に映っていても人間の意識には見えないし記憶に残らない。そこでちゃんと言葉や音が鳴っていて鼓膜が震えていたとしても、意識が違う方向に向いた瞬間に実はその音も声も聞こえないんですね。何が言いたいかだんだん分かってきましたでしょ。美食も実は同じなんですよ。当然、高級なものを食べに行って、ね、美食体験をするというのはとっても素敵な自分へのご褒美、あるいは、人様お世話になった方に感謝を伝えるとっても良い手段の一つだと私は思っています。そして私自身が何よりもその美食が大好きなことが高じて料理人になり、それを提供しお客様に人を喜ばせるという体験を自分がしたくてこの料理人になって、気がつけばもう40年近くが過ぎているという現状があるんですが、時々、その味わおうとされないお客様もいらっしゃったりするんですね。まあ、私はシェフという仕事をしておりますので、食材をご予約の内容から掘り起こして、この季節どんな良い天然のお魚が取れるかなと魚屋と相談しに行きます。で、毎日取れる昼網の天然の池魚を見ながら、予約の日までのカウントダウンを頭の中でしながら、こんな構成でメニューをこしらえようというイマジネーションを膨らませながら、毎日毎日取れてくる天然の池魚と向き合っていくんですね。まあ、メインは神戸ビーフの赤身系を扱ってますので、そこは逆に、あの牧場主の神戸ビーフがうちに回ってきますようになんていうことを心の中で祈りながら待つぐらいのことしかできないんですけれども、その魚、そして季節ごとに変わる野菜などはいつもそうやって心を砕いて、より美味しいものを最高の状態でお客様に召し上がっていただきたい、そんな思いで、まあ、仕事をしております。でもこれは私の選んだ仕事ですから当然のことなんですね。でもそうやって、まあ、お料理を未熟ながら精一杯全力尽くしてお出しした時に、せっかくのものであってでもお客様が食べる側の方がそれを味わおうという気持ちがなければ、その味の深さとか、良さとか、よそにない特徴だとか、そういったものは実は何も認識されないんですね。ただ、お味いかがでしたかと伺うと、あ、美味しかったよと、まあ、美味しいかまずいかで言えばまずいと言われるものはさすがに出したことはないというふうに私は思っているんですけれども、まあ、精一杯そこじゃなくて精一杯本当に、オンリーワンの、あるいは できればベストワンの世界一美味しいものを出したいという気持ちで、まあ、お料理をさせていただいていて、それを味わおうとされない方と出会うとちょっとやっぱ悲しくなります。こんなに深い味わいに仕上げているのに、こんな曇りの一点もないピュアな味わいにするにはどんな手間暇かかってるんだろうとか、こんな最高に美味しい素晴らしい食材ってどんな人がどんなところでどんな苦労をしながら作られているんだろうとか、地元にこんな素晴らしいお魚が目の前の海で泳いでいたなんて初めて知ったなと、もう少し地元で獲れるお魚のことを知ってみたいなとか、まあこんな風に、まあ、言い出したらキリがないんですけれども、目の前にあるお料理や食材の美味しさの実はその向こう側に時によって壮大な物語があったり、あるいは百何十年あるいは何百年っていう綿々と受け継がれた
歴史があったり、まあ、いろんなストーリーがあるわけですね。それを少しずつ学ぶということを通して、その美味しさの向こう側にあるストーリーを、その結果として今ここに出来上がった完成された料理の美味しさを味わうとともに一緒に味わうこと、これが実は美食の大きな喜びであり、人の心を豊かにする感性を震わせたり、刺激したりするものであったり、これが時には生きる力強く生きていくためのモチベーションになったり、幸せ感、幸福感にもつながったりという大きなパワーに私はつながると思っています。美食っていうのはこう考えると、ただ高いお金を出して高級品を食べに行くっていう行為でもなくて、ただシェフが材料にこだわって、調理法にこだわって最高の料理に仕上げたものをただ食べるという行為でもなくて、実はより良いもの、より美味しいものを目指し続けるプロの良いシェフと、そしてその美味しいものの美味しさのを味わうとともにですね、その美味しさの向こう側にあるストーリーも一緒に味わおうとする、味わう気持ちを持った良いお客様、良いシェフと良いお客様のとっても愛あるセッション、これが実は美食という行為であり、美食の醍醐味であり、美食の喜びなんじゃないかなというふうに思うんですね。今日は、よく言われる美食美食ガストロノミーツーリズムとか、今そうして観光客のお客様も海外から日本の美食体験を元に来られていますが、まあ、たこ焼きが悪いわけじゃないんですよ。ただ日本まで来てたこ焼きを食べることはもちろんそれは異文化に触れていいことだし、面白いし楽しいと思うんですけれども、それだけじゃなくって、本当の意味の美食体験っていうのは今一度一方通行、シェフが提供するものとかお客さんがお金出して買うものが美食なのではなくって、より良いものを提供したいと真剣に考えて頑張るシェフと、より美味しいものをより深く、より大きな喜びを持って味わおうとする良いお客様との愛あるセッションが実は美食なんだということについて今日はお話をさせていただきました。シェフの独り言ということで、今日は美食体験とは何なのかということについて、そして私の導き出した一つの答えは、美食は良いシェフと良いお客様の愛あるセッションが美食ですよということについてお話をさせていただきました。ではまた機会がございましたらシェフの独り言を聞いてください。少しでも何かちょっと感じることがあって、うんうんそうだねとか、あなんかいいこと言ってくれたなとか、思っていただいたら、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンプッシュよろしくお願いいたします。ではまた。Thank you.